こんにちは、企業コンサルタントの中島智美です。この YouTube チャンネルではビジネスに必要なスキルであったり、私たち女性起業家にとって必要なビジネスマインドなどについてお伝えをしています。さあ、今日の YouTube ではですね、ペライチというサイト、多くの女性起業家さんが使ったことあると思うんですけれども、ペライチで申し込みフォームやランディングページという商品告知ページを作った時に、ただ完成して公開したらとてももったいないですので、ペライチページが作り終わった、じゃあ裏側の設定ってこういうこともしておくとめちゃくちゃいいんだよっていうところについてご紹介したいと思います。それでは早速ペライチのページ見ていってみましょう。はい、ではここから早速ペライチのページ情報の編集について解説をしていきたいと思います。今はね、これダミーでサンプルのページを開いているだけなんですけれども、例えばじゃあ皆さんがここでページを作り終えました、ペライチ上でページを作り終えました、いざじゃあ公開をしてお客様にこのページを見てもらおうって思った時に、これページを作ってただ公開するではなくって、このですねメニューバー左側にありますページ情報編集というところからいろいろね詳細情報を入れてほしいことがあります。でこれを入れることによって Google や Yahoo でお客様がキーワード検索をした時によりヒットしやすくなりますので、あとヒットしやすくなるのと SNS でシェアをした時に綺麗にシェアがされやすくなりますので、ぜひ今からお話をする詳細設定皆さんもやってほしいと思います。ではまず基本設定というページゆっくり見ていってみましょう。まず基本設定で編集をしてほしいことがこちらのですね、サブドメイン URL という無料で URL を変更できるところになります。でこちらのサブドメイン URL は2箇所好きなキーワードを入れることができますので、ぜひ皆さんこちらに好きな言葉を入れてほしいと思いますが、なるべくこれもご自分のビジネスに直結したりだとか、お客様が Google や Yahoo で検索をしやすいキーワードを入れるといいので、ほい、ちょっとこんな感じでいきましょうか。じゃあ私は自分の名前とビジネスっていう感じでちょっとサブドメイン URL 入れていきたいと思います。まあ要は好きに URL を少しアレンジできますよっていうのがこのサブドメイン URL で、これ無料でアレンジをすることができます。で次少し下にスクロールをしていただいて入れていただきたいところが、まずページ名タイトルっていうところですね。これが要はこういう風にパソコンでページを開いた時にタブって言われるページの目次部分ですね、ここに表示をされるお名前になります。なのでここにもお客様が分かりやすいビジネス体験セミナー案内ページとか、お客様が見た時に分かりやすい言葉を入れるといいでしょう。でその次このページの説明文ディスクリプションっていうところもぜひ入れてください。ここもね必須じゃないからここ書かない方結構いるんですけれども、実はここも Google や Yahoo の SEO 検索で引っかかってくる部分になってきますので、ここにこそ結構お客様が検索しそうなキーワードっていうのを入れてほしいと思います。なので例えばですが、私の場合だったら女性起業家専門の起業コンサルタント田島智美によるビジネスの体験セミナー募集ページです。でお客様が検索しそうなキーワードをここにギュッギュッと入れてほしいので、インスタでの集客、例えば私の場合はね、やはりお客様女性起業家さんが多いですので、インスタでの集客法、アメブロのアクセスアップ、クロージング率アップの裏側、お客様が検索しそうなワード、例えば私の場合だったら月商7桁とかもね、お客様が結構検索するワードでもありますので、ちょっと入れてみましょうか。月商7桁に導くビジネスのヒントをプレゼント。はい、とにかくお客様が検索しそうなワードをここに入れるのが実はポイントになってますので、ぜひ皆さんもね、ここ結構長めに書いてもらって全然大丈夫です。で、その次ファビコンの設定ってとこなんですが、これ今ペライチの P っていうのがデフォルトで入っているんですが、このファビコンって何かっていうと、これです。これも
タブの部分についてくるアイコン、絵文字のことですね。まあ、マイライブラリから選択っていうのを押してもらうと、皆さん自身がペライチ上にアップロードしてる写真なども選ぶことができますので、まあ、何かね、お花の写真とかそういうものがあればアップしても可愛いですね。うん、例えばこういう感じ。で、保存を押すと、ここでまず SEO 対策というのをすることができます。で、あともう一個、特に女性起業家さんに見てほしいのが、基本設定の下の OGP という SNS シェア設定のページですね。ここをきれいに設定しておくと、 Facebook でこのペライチをシェアした時とか、公式 LINE の中でこのペライチの URL をシェアした時に、きれいに画像とか言葉が表示されるようになりますので、ぜひここもね、侮らずに細かく設定をしていってほしいと思います。で、この部分入れてほしいのが、まず OGP イメージってことなんですが、これはその SNS であったりとか公式 LINE の中とかでリンクを貼った時に表示される画像のことになりますので、ここね、おすすめなのはセミナーの告知ページ。セミナーの告知ページを貼るのがおすすめでございます。例えば、こんな感じで、はい、セミナーの告知ページなどを貼るといいですね。で、あと OGP タイトルとか URL とかいろいろあるものは、すべてこのページのタイトルを反映っていうのを押していただけますと、じゃじゃん。はい、こういう感じでですね、さっき基本設定のところで細かく書いたものがここで自動的に反映されます。OGP ディスクリプションもそうですね。はい、こんな感じで反映ボタンがあるところはすべて反映を押していただければ問題ないです。で、あと、まあ、ツイッターのところは今はスルーをさせていただいて、このあたりもアクセスツールなので難しい部分は一旦ちょっと端折りたいと思います。はい、まずはこのシェアをした時に綺麗に反映されるっていう部分をきちんと設定していただければ今は問題ないです。はい、できちんと保存で完了、保存しました。はい、で、保存ができましたら、このね、編集ページに戻っていただいて、もう一回見てみましょうか。ページ情報編集のところ、基本設定のところも準備 OK。ちょっともう一回念のためね、保存をしておきましょう。はい、で、OGP シェアのところも準備 OK。はい、しっかりと情報が入っていますっていうのが確認できたら、そこでページを公開するっていうのを押していただき、確認しましたっていうのを押すと URL が発行されますので、その URL を皆さんの Instagram のリンクであったり、 Facebook や Twitter で告知をしたり、公式 LINE の中で告知をしたりっていう風に使っていただければと思います。以上がペライチでページを作った時に設定をしてほしい裏側の詳細ページの設定の仕方についての解説でした。今日の YouTube も面白かった、役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッド、いいねの評価と私の YouTube もチャンネル登録をお待ちしています。それでは次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。いつもご覧いただきありがとうございます。